残すところ、じゃあお願いします。はい、フォーミュラ日本第7戦 in オートポリス、イエーイ。はい、さあそれでは今日もいくつか質問をしていきたいと思います。イエーイ。まずは、昨日の予選いかがでしたか。はい、予選は、コースの途中まで、トップと同じペースで行ってたんですけど、ちょっとその後自分でミスをして、いいタイムは出せなかったんですけど、その後になんと、オフィシャルのミスジャッジがありまして、 Q3 走れるはずだったんですけど走れないという判定に、間違った判定があって、残念ながら、予選は8番手となってしまったんですけども、本当は Q3 走れてればもっともっと前に行ける予定だったんで、ちょっと悔しいけど、8番手真ん中ぐらいなんで、まだチャンスはあるんで、ここから表彰台を目指していきます。はい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 。それでは、動いたりしますけれども、はい、昨日の夜は何食べましたか？昨日の夜は、大分といえば、馬刺しですが、ノルマ監督に、馬刺しではなく、美味しい焼肉をごちそうになりました。はい。この辺、牛がいっぱいいましたよね。ちょっとかわいそうな気もしましたけど、美味しいお肉をいただきました。はい。九州のオートポリスの場所は？オートポリスは、九州に唯一あるサーキットなんですけど、すごくアップダウンが激しくてテクニカルなサーキットで、乗ってるとすごい面白いんですけど、僕の、父親が熊本出身ということで、第二の故郷なんで、親戚とかもいっぱい来てくれますし、第二のコースを持って、頑張りたいと思います。素晴らしいです。さあ最後に本日の決勝の意気込みをお願いします。はい。1番手から、ちょっとスタートで、狙う作戦を持ってますので、まずスタートで、目標は順位を上げて、その後は、フック戦略で、ここのコースすごく抜きにくいんで、なんとか自分でも抜きにはいくんですけど、フック戦略も、うまくいけば前に出れると思うんで、